さんこんにちは、着物ルーチェです。はい、今日はですね、浴衣の着付けをしてみたいと思います。はい、まずはじめにですね、こちらのボディなんですけども、158センチあります。浴衣の長さがですね158センチなので、ジャストフィットサイズに合わせました。今日の裾よけはちょっと短めにします。はい、短めにしてこのようにくるみますね。はい、袴の時と同じような感覚だと思います。今日は後ろに紐があるので、この紐の力を借りて横で軽く結びます。はい、こうすることでですね、このですね、持ち上げた裾よけの分がね、補正になってくれます。はい、こうして前をですね、しっかりと合わせますね。はい、で後ろなんですけども、後ろもちょっとダブつかせて、こんな感じでね、裾よけは整えておきます。はい、でね、このダブつきがですね、補正になってくれるので、タオルをね、前に巻くと熱がこもってしまって、特に私の住んでる岐阜は毎日ですね、夏の花火大会の頃になると猛暑35度以上なんですよ。なのでタオルをね、まともに巻くともう熱中症になっちゃうんですね。なのでこのようにして、極力前の部分はね、タオルを使わず、後ろのですね、へこんだ部分だけでタオルを使うようにしています。はい、で後ろのですね、へこみはですね、33センチ幅のタオルなんですけども、三つ折りにして、それでだいたいそうですね、これくらい、帯とお端折りの部分を足してだいたい22センチぐらいの長さにして、これをですね、後ろに紐で押さえます。こうですね。はい、でここで締めすぎず、本当にね、サクッとね、それで上の方がどうしてもね、下がってくるので、お紐は二重にして蝶々結びにしてかけておくといいですね。はい、この上の部分をね、固定させます。はい、これでですね、下準備が終わりました。はい、次に浴衣を着せていきます。はい、浴衣なんですけれども、浴衣の寸法で一番大事なのは、身丈なんですね。で身丈ですけども、私は背から測ってまして、このね、襟の下から158センチありましたので、このボディも先ほど言いましたように158センチしました。それでですね、あとですね、ここで私の秘策なんですけども、今日はですね、ここに打ち上げって言って縫い目があります。背中の下ですね。はい、もしくはない場合は手幅2つ分、手幅2つ分ね、大体ですよ。そこでこう折り曲げて、折り曲げてね、で紐のクリップないしは洗濯バサミでこう強くね、奥の奥までこれぐらいね、しっかりと押さえます。はい、そうするとですね、あとですね、腰紐を打つときにとっても楽なんですね。これはぜひやっていただきたいなと思います。はい、では早速襟をかけていきます。はい、はい、背中心を確認して肩にかけます。このままのけるんじゃなくて肩にかけますね。肩に左右かけていきます。はい、はい、そしたらですね、裾を合わせるんですけども、
この時にですね、浴衣はいつもより短めで、くるぶしの長さを目安に寸法を取っていきます。はい、でこの時ですね、はい、このクリップの下ですね、持って引き上げます。はい、それでくるぶし目安ですね。はい、で背中心がしっかりと収まるように前にね、しっかりと引きますね。はい、そしたらそのまま前に来まして、はい、でこのね、奥にが 15.5cm、前幅が22で後ろ幅が 28cm、 ちょっと細身です。ただこのボディさんにはちょうどジャストフィットの幅なので、今日は背中心このままでいきますね。はい、まず、上前ですね、上前を決めます。はい、上前はですね、だいたいですね、太ももと太もも、左右の太ももがちょうど隠れるぐらいがジャストフィットです。はい、そうしましたらこの手は絶対に下げないで、下前を 床と平行に持ってきます。床と平行に持ってきますよ。そしたらですね、最後に爪をですね、引き上げて脇で挟み込みます。しっかり挟み込みますね。はい、そしたら少しね、この上のシワを上げつつ、はい、上前をやはり手は絶対に下げないでかぶせていきます。はい、なりますね。で今ですね、この奥見線が少しですね、こう曲がってきておりますので、ここに注目しておいてくださいね。はい、そしたら腰紐をします。ちょっと前失礼します。で、私は腰紐は割に細めを使います。はい、で腰紐は真ん中にも真ん中を持ちまして、このね、右の腰骨の約指2本ぐらい上、おへそあたりに紐がくるようにかけます。真ん中から始まってこのまま走ってきますよ。はい、そしたらですね、この曲がった奥にをまっすぐにさせます。この脇線ですね、脇線を持ってまっすぐ、ちょっと緩めてね、まっすぐ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 持ってきます。はい、でこのまま後ろに持っていって、この脇でですね、タックを取って紐を後ろに持っていって交差させます。はい、そうするとですね、このクリップのおかげでシワが寄らず、このままですね、引き締めることができます。でこのですね、両手を使ってここでグイッと引き締めます。はい、そうしましたらこの紐をですね、一直線に上に重なるように持ってきて、ここでですね、スタート地点に戻りました。そうしたらですね、襟と一緒です。左側、向かって左側の方が下ですよ。でこのまま2本取りをします。はい、2本取りをして、ここで肩帳結び、肩帳ですね。はい、この輪っかはですね、紐に2回絡めます。はい、そしたらこの余った部分はね、くるくるさせながら後ろに持っていって、でまたここで2かけぐらいですね、くるくるさせます。はい、はい、これでですね、あとはシワを左右に少し引き伸ばして、腰紐が打てました。はい、はい、そしたらですね、こちらの先ほどのクリップは外しまして、目厚口に手を入れて、後ろのですね、シワをきれいに伸ばしてしまいます。はい、トントンとしながら真横にね、引く、トントンとしながら真横に引く。はい、こうですね。そうしましたら、背中心を確認しつつ前に行きます。はい、で前も同じように、襟をですね、両側で持ちつつ、下のですね、シワを
真横にね引きながらトントンと綺麗に落とします。はい、そうするとですね、だんだんとこうね襟が入ってってくれますね。はい、この喉のくぼみに近づいてきます。はい、しっかりとね引いておくと後からの仕上がりがとっても綺麗になります。はい、そうしましたら今日は後輪ベルトを使います。はい、でね、後輪ベルトの打ち方なんですけども、よくねこの縫い目、この掛け襟から指3本とかって言うんですけども、この掛け襟は今日はちょっと短いんですね。だいたいですね、背中心から35から40センチの間にこの襟が来るんですけども、今日はちょっと短めなので指3本というとちょっと怪しい位置になるんですね。なのでそういう覚え方よりはこのですね、腰紐を打った位置から指3本上で覚えた方が間違いないと思います。なので今日は腰紐、このね腰紐を打った位置から指3本の位置、この位置の横にですねスライドさせた部分に後輪ベルトを打ちたいと思います。開けてみますと指1本まだ下ぐらいな位置がいいと思います。はい、ではこの位置に後輪ベルトですね、はい、打ちますが、だいたいですねこれはやっぱりこの金具を除いて10センチ、肩幅プラス10センチぐらいがいいのかなと思いますけども、私は割と緩めにつけます。はい、そしたらですねこの位置に後輪を打って、これ普通はですねこの目厚口の中から手を入れて中側で打つんですけども、今日は分かりやすいように外で打ってみました。はい、こうですね。はい、そしたらちょっとね折り上げておいて、このですね襟はこのバストトップめがけて走らせますね。はい、はい、そしたら後ろの背を回って反対側に預けておきますね。はい、そしたら今度はですね上前の方もバストトップですねめがけて襟を合わせます。そしたらですね、この先ほど打ったですね、後輪ベルト、ご案内のですね、後輪を打ちます。はい。で、シワをきれいに伸ばしていきます。はい。後輪大体こんな感じです。キュンキュンではないと思いますので、あまりね、キツキツだと襟がね、すぼまってくるんですね。なので私は割と緩めで使っております。はい、で余分なシワはですねもしあったらばこのように両方の方にシワを折り上げて入れておきますね。この横でちょっとタックを取りつつ、こちらもですねちょっとタックを取りつつ、手がねしっかりと動くようにね。はい、そしたらねこのままこの位置で当て締めをします。はい、今日は今一番主流のねメッシュのものを使います。でご自分でする場合は後ろから前なんですけども、今日は前からこう滑らせて後輪の上ですね、後輪の上で当て締めをします。はい、この縦締めは M サイズですね。はい、でこれもですねこんなに締めるんじゃなくて本当にこれくらいでいいと思います。指が入る程度ね。はい、であとはですねここにもしですね、抱き幅が広くってダブ付きがあったら、ここでこの脇ではなくてですね、この
上っ側のタックを取りますけども、今日は必要がないのでこのままいきますね。次にお箸折りがとっても長いので、このお箸折りを上げていきたいと思います。はい、まずこうですね。ここでちょっとですね、クリップで留めておきます。はい、そしたら今度はね、左脇です。左脇もきれいに折り上げて、で背中ですね、はい、背中も折り上げて、クリップのところのポケットにこの後ろのですね、余分な分を入れて、それで紐のクリップで再度留め直します。はい、はい、そしたらですね、上がった分、左脇に余分な部分があるので、ここでタックを取って、でこのままですね、帯板に行ってもいいです。もしくはですね、これでちょっと心配だったら、腰紐をもう一本ですね、ちょっと下目に打ちます。でお箸がね、斜めになっててたりしたら、ここの部分で上げたり下げたりしていただくと安定します。でどうしてですね、後から紐をしたかと言いますと、後輪をして胸紐をかけると苦しいんですよね。で後輪ベルトプラス伊達締めだけで収めるととっても楽なんですね。これは出張着付けとか、今までいろんなお客様に当たってまして、いつも楽だって言われるのが、ここがですね、締め付けられてないからなんですね。でしかも今日はタオルも何も補正を使ってなくって、裾よけの余りだけが補正になってますので、このようなタイプでやってみました。はい、以上がですね、浴衣着付けになります。